さあ、以前の私で今の私に勝てるかな。こちらアイナ、周囲に動きはなし。了解、引き続き報告を頼む。それにしても真面目だね。お礼の支払いだってポケットマネーなんだろ。こういう時こそ御社や特務中隊のバックアップを受けられるのが組織人の利点じゃねえのか。そうかもしれん。だが私個人が狙われた以上、やはり私自身がその結末にけじめをつけないと気が済まないたちでね。あったぜ。そっちから北方向、上に4つ、左に2つ行ったところの倉庫だ。分かった。突入の可能性があれば合図する。待機していてくれ。間違いない。やはりここは影臣一派の秘密倉庫だったか。チッ、あれは指示用偵察ドローン。当然ここに本人が来るはずもないということか。アイナ、やはり影臣はいないようだ。これから祈祷。待て、様子がおかしい。次の作戦で使う分を搬出しているにしては護衛規模と量が多すぎる。何？しまった、こちらの動きを読まれていたか。排除する。お前を排除する。お前は影臣一派に雇われた用心棒か、それとも志を同じくするテロリストか、あるいは魔族に家族や大切な人を奪われた哀れな復讐者か。排除、殲滅。語る言葉は持たないというわけか。襲撃を受けている。悪い、こっちもだ。応援には行けねえ。そっちで対応してくれ。な、通信も切るぞ。
たないか。お前を排除する。これほどの大魔人が在野に眠っていた。一線級の腕前ではないか。なるほど、どうやらここが私の基地かもしれぬということか。手足の一本や二本くれてやる。持っていけデータ被害等の攻撃、防御優先。私？いや、まさか。お前は私の。想定外の事態。殲滅中断。撤退する。追わなければ見逃すということか。見下されたものだ。おい、大丈夫か？うお、倒れ。どっか怪我してるのか？ああ、いや、そういうわけじゃない。少しな。なんだよ、びっくりさせって。やっぱり足を怪我してるじゃねえか。そうだった、忘れてたよ。あまりに衝撃的なことがあってな。おいおい、足の怪我を忘れるくらいって。それよりそっちは無事だったのか？うん、さっき急に撤退していきやがってよ。多分俺は合流できないように足止めさせられてただけだな。なんだいそりゃ。さあな、それは今から調べるさ。
見せてやろう、上原凛の本物の力を。協力はするが、私独自でも動かせてもらおう。いいな。